皆さんおはようございます。かなでスカイツリー走ってます。3月9日、今日は712年古事記が完成し元明天皇に献上された日です。もともと国の歴史や地図など分かりやすくまとめようと天武天皇が日枝のあれに命じて習わせていた中に途中崩御されて女帝のお一人であられる元明天皇様になった時に完成されたそうです。それから8年後に完成されたのが日本書紀、誠の歴史を後世に伝えようと残された古事記が現在の日本の最古の書物として残っていること、大きな意味を感じて宮の前でしっかりと物語を表し神社仏閣様にご奉納させていただきたいと思います。それでは皆さん、くれぐれも気をつけていってらっしゃい。